はようございます。マッコウホウ協会の令和6年度定時総会に合わせて行われた検体更新の集いに招かれて講演をさせてもらいました。ちょうど龍雲寺で吉村誠先生の由意識の講義を聞いた後でありました。吉村先生のご講義が午後3時までで、市ヶ谷にあるホテルでの講演が午後4時からでしたので、ちょうどよく移動ができました。マッコウホウ協会の会長である佐藤康彦先生からのご依頼でありました。マッコウホウと私とのご縁は長く、まだ学生の頃、ある先輩の僧から座禅をするにはこのマッコウホウを行うと良いと教わったのでした。教わった頃は体が硬くて、特に第三体操の開脚などは90度も開かないし、前に傾くことなど全くできなかったのでした。それでも1日1ミリで無理なくやればいいのだと教わって始めたものでした。座禅をするために良いものであれば何でも取り入れようと思っていたものです。長い間続けるうちに第三体操の開脚も楽にできるようになったのでした。マッコウホウの創始者は永井航先生であります。永井航先生は仏教学者として高名な永井誠先生の弟さんでいらっしゃいます。永井誠先生といえばパーリ語仏典研究の草分けのような方であります。佐々木静香先生はその縁戚にあたるそうなのです。永井航先生はお兄様の誠先生と同じく福井県の正満寺というお寺で生まれました。誠先生は仏教学者となられましたが、永井航先生は商売で身を立てることを志し、大倉組の大倉喜八郎に仕えました。若くして出世し、膨大な財産を作るまでに成功したそうです。しかし、事業は成功しても一番大事な健康管理には何もしていなかったのでした。そして42歳の時に脳一血で倒れてしまいました。命は助かりましたが、左半身不随となり、お医者さんには不治を宣告されます。そして職を失い、希望を失い、悶々と悲嘆に暮れていたそうです。その前に奥様も亡くされていたのでした。そんな時にやはりお寺で生まれ育ったからか、ふとお経を読む気になったそうです。正満寺には正満経というお経がありました。正満経に正満及び眷属図面拙速来という言葉があります。正満部人と一族従者たちは頭を仏の足に接して礼拝したという一節です。この図面拙速来から永井航先生はマッコウホウの第一体操を作り出したのでした。さらに永井航先生は図面拙速来を座った礼座礼とし、立ってやる礼立礼を考えられました。その元になった動作が観主さんの礼拝動作だそうです。背筋を伸ばし、腰を丸めずに直角にお辞儀をする動作です。第一体操を座って行い、第二体操を立って行っていたそうなのですが、この動作を座って行うことになったとのことです。これが第二体操です。この体操を当初は念仏体操や礼拝体操として行っていたそうなのです。それからさらに第三体操や第四体操も加わって、現在の四つの体操となっているのです。マッコウホウ協会の佐藤康彦先生からは、四つの体操の心として、第一体操は感謝、第二体操は反省、第三体操は寛容、第四体操は自由だと教わりました。私は体操としてはもちろんですが、このひたすら礼拝にてしようとされた永井航先生のお心に感動します。それで今も感謝の気持ちを持って第一体操から四つの体操を繰り返して行っています。講演会はマッコウホウ協会の方々がお見えになっている会なので、皆さんとても姿勢が美しいのでした。腰の立った美しい姿勢は
本人も健康になりますし、見る人をもすがすがしい気持ちにさせてくれるものです。そんなことをお話しして、私と真っ向法との40年来のご縁を話しながら、自己を整えるという題で話をしました。ちょうど入梅の頃でありますので、私の好きなお釈迦様の話から始めました。お釈迦様がある時にまだ修行を始めたばかりの弟子たちを連れて旅をしていました。ただでさえまだ出家したばかりですから家族のことやふるさとのことが恋しくなってしまいます。その上途中で雨に降られて皆だんだん気がめいってきました。そこでお釈迦様は皆の気持ちを察して雨宿りをしようと途中である家に立ち寄りました。ところがその家は雨漏りのする家でした。そこでお釈迦様は雨にちなんでお説法をされました。屋根を粗雑に拭いてある家には雨が漏れ入るように心を収容していないならば情欲が心に侵入すると説かれたのでした。これでは仕方ないとさらにもう少し歩いて行ってまた家を見つけて雨宿りをしました。その家は雨漏りがしませんので、皆も安心して休みました。そこでお釈迦様は、屋根をよく拭いてある家には雨の漏れ入ることがないように、心をよく収容してあるならば、情欲の侵入することがないとお示しになり なりました。北国教にあるこの教えを友松延泰先生は、ソアラに吹かれたる家に雨降れば漏れ破るべし、核のごとく心整えだれば貪欲これを破らん。心込めて吹かれたる家に雨は降るとも漏れ破ることなし、核のごとくよく整えし心は貪欲も破るすべなしと訳されています。そんな北国教の詩を紹介していかに自己を整えるか、天台小止観にある25の方便をもとに話をさせてもらいました。会場ではこの度出版された小津良一先生との対談本も販売してくれていました。この対談本にも真っ向法の4つの体操が絵入りで解説されています。40年来実践してきて、その教会の総会で講演させてもらうという、実にありがたいご縁でありました。それでは、姿勢と呼吸と整えてまいります。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめて、この大地に支えられていることを感じて足に力を入れてよし立ち上がるぞという気持ちでお尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていってストンと下ろします。息を吸いながら肩をギュッと持ち上げていって吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をにゃーっと持ち上げていって吐くと同時にストンと下ろします。最初一息息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで口を開いて一息強く、はあ、と吐き出して口を閉じますと鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ああ、ありがたいな、嬉しいな、とこの思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じてただ鼻から息が出たり入っ
ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。